日本でね、一番美しい紅葉って言われてるところに来てるんですね。これはテレビの番組で取り上げられて、ランキングで本当に1位になったところです。それでね、オフシーズンだったらね、駐車料金かからないんですけど、ピークの紅葉シーズンということで、駐車料金1000円も取られました。今日来てるのはですね、青森県の八甲田にある蔦温泉っていうところです。ここは一軒宿のね、秘湯になります。で、この周辺にですね、蔦沼っていう沼がありまして、で、そこの沼のところの、紅葉がですね、日本一の紅葉ということで知られています。今日平日なんですけどね、もう車すごいたくさん来てます。まあ駐車場にいるんですけどね、ここら辺だけでも十分綺麗ですよね。で、正面に見えるのがね、蔦温泉という一軒宿です。ここがね、蔦温泉という一軒宿ですね。いい感じですね。ここにね、案内図があります。で、この蔦沼っていうとこね、一番大きい沼、そこの紅葉が綺麗だそうです。それでは行きます。じゃあ沼巡りはね、ここが入り口です。すぐにビジターセンターがありますね。だいぶ木々も色づいてますね。あと250メートルで一番大きな蔦沼ですね。この辺も手つかずの自然が残ってます。はい、見えてきましたね。はい、着きました。それではね、絶景の紅葉をご覧ください。水に映り込んでますね。本当はね、早朝空気が澄んでる時が一番いいらしいんですけど、はい、以上ね、日本一になった絶景の紅葉スポットにやってきました。ご視聴ありがとうございました。